皆さんはじめましてっていうね。そうなんですか。よし、なんか最近恋愛してないの？ちょっとなんか最近年下の人からのアプローチが結構あるんです。いや、いいじゃない。けど理想は年上のこうちょっと包容力のあるような人がタイプなので。何個下？ま、2個下の子と3個下の子。いいじゃん。2個下3個下って今ヨシリンだって何歳だったっけ？今25です。25でしょ。だってこれ70になったら変わんないよ。だって73と70だからね。全然変わんないじゃんってこれ。今だけ今だけ。ゆかさん随分うなずいてるけど。なんかちょっと年上でなんかえって思うことがあるよりは、同じことをしても年下だったら許せるっていう部分。あ、なるほどね。年下だからっていう。つまりえって思うことって何なんですか？えって思う、何ですかね。いや、気持ちを焼かれるとか。そうです、焼かれるのは好きなんですけど。好きなのね。焼かすようなことするんだ。いや、ちょっと焼いてほしいです。はい、ね、怖くないよね。好きな芸能人菊池瀬さんだからね。男性は藤本さんなんで。藤本さん、藤本さんが好きなの書いてあるんだね。好きです、はい。どういうことが好きなの？こう無人島で生きていけそうな方が好きなんですよ。見た目も結構野獣系も好きなんですけど。野獣系？野獣系とはもうボブサップしかもう思い浮かないけど。もうダメではない。ダメではないの？外国の方も OK？ あ、外国の方ちょっと考えたことはなかったんですけど、うんうん、黒、白いよりは黒い方がいいんで、色の方がいい。ちょっとまだありかなって思ったんですけど。かこちゃんはもう全く外国人がダメな気がするけど、どう？全然ダメですね。将来一緒に住んだって考えた時に、靴を履いたまま生活するっていうのがちょっと嫌なんですよ。いや、そ、日本では脱ぐでしょ、だって。あ、そっか。相当じゃあその靴を履いて上がるのが嫌だってことは綺麗好きってことなの？結構地面に座りたいんで、靴履いたままだったら、雨の日とかだったらなんか濡れちゃう。そういうの考えたらもうダメ。しおんちゃんどう？そういう潔癖症とかある？あ、潔癖症です。あ、そうなの？はい。え、何がダメ？あのトイレの壁とか絶対触れないとか。トイレの壁？あの普通にお店のトイレとか、トイレのドア、うん、とかになんか荷物かけて、で荷物がそこ触るのもちょっと嫌な感じ。お、結構だねそれね。はい、これさ、ちょっとご飯中ごめんね。あのウォシュレットを使わないっていう人がいるんだよね、お店の。え、使えない。あ、いや、使えない。絶対やだ。なんか外のものの、うん、そういう特殊なものって使うの怖くないですか？特殊なものでもないけど、今シャワートイレってそんな。私一回止まんなくなったことあって。マジで？ブーって使いましたよね。で止め方が分かんなくて。え、止まるってとこ押せば。そうなんですよ、うん、でもその時分かんなくて、あの自分の家のとボタンの位置とかも全部違うじゃないですか、うんうん、そしたらもう分かんなくて。止まるってとこ見つけられなかった？いつものとこもないんですもん。それメーカーによって違うわ、それ確かに少しはね。でもただいつものとこにないんです。ないんだ。しかもなんか温度もすごい高くなってて、うんうん、威力も強かったし、温度も高いしみたいな、強い強い、うんうん、全体的にで止まんないわけよ、ずっと止まんない、ビャーンだって、これどうしようって。拷問、拷問がね。拷問ですよ。おう、これどのぐらいの時間拷問に当てられたの？でもなんか全然違うとことか見ました、ね、探します。止まるボタンがねえかって。絶対なんかイレギュラーでそういうための非常ボタンみたいなのがあると思って、全部探して、シュートコンプチェイスコンプチェイスコン止まるっていうやつあったから。それだよ。それを最初から見つけないでいいじゃん。